やっと起きてきたあんたのさ寝顔が怖くて起こせなかったんだごめんね兄。お前は最近緩みすぎだぞ何もう怒ってんのね愛想のないやつだなほっといてやれよ兄はあのトロストクから来たんだぞこの支部でも唯一の実践経験者だまだ言えるわけないだろう地獄を見てきたばかりなのに へえ、そうあんたこの子に気があるんだ <laughs> こんなののどこがいいのヒッチお前みたいなバカ女が憲兵団に入る方法は一つしかないえ何それ分かんない言ってみろよ,よせお前だいいってそんなの今日はいつもの雑務とは違う仕事をやってもらう だからここに集めた。